ー戻ってきたぜ。エンドラは倒した判定になってんな。で強制的に歩かねえな。この次のマップか。大原咲いたな。あれここも強制的に歩かねえ。次か。はいはいはい、音なくなった。またこの携帯になってんのか。セリフ変わんないよね。まあセリフは変わってないから、でもまたこの第一形態から倒すのってしんどいよな。でトマトジュースカードだっけ、あれが数が6とかしかないから、もうあんまり贅沢できないよね。まあとりあえずこの形態はもうさっき倒してるから、ある程度どういう行動してくるかもう分かってるから、はいはい、まあ避けられる避けられる。いやグラディウスもさ、これぐらいダメージ食らって大丈夫なような、そういう仕様にしてほしかったよな。同じくらい弾幕飛ばしてきてるけど、いやそんな同じことでもないか。むしろこのドラボッちゃんがさ、そのグラディウス並みにHP 制限シビアだったらマジできついよな。最高でも5回ぐらいしかダメージ食らうの許されないみたいなさ。何か出てきたで僕。いや知ってんだろお前、さっきまで言え戦ってたんだからよ。私はダークやめるというダークだ。お前が同じように俺を連れてやがったのか。だってその通り。あまあいいや、この辺は茶番だから飛ばすか。まあ言うて第二形態もいやタフか、タフっていうだけでバカ。ちょ待て待て、いやいい、透明透明になっちゃ、透明カードはそこまで、いやしかもうあれだよ、最悪だ、透明になってるせいで、待て、透明カードはもう、待て待て、どうなってんの、まだ透明カード継続してんのか。透明カードゼロ、ゼロだったらなしでもいいじゃん。他のやつもゼロだったらあれなのか、ゼロになるのか。まあ一応説明書いてるもんな。いやそれだったらでもおかしくねえか、なくなってるカードもあるよね。いやでもなくなってるか、カードを切り替えればなくなるのかっぽいな。今ゼロの状態のカードないってことはそういうことか。いやもう最終局面にしていろんな仕様がわかるよね。でペットのコウモリたちが魔物をやっつけてくれる。これダメージ与えてたっけさっき。吸い込んで魔物の攻撃、まあ今更だよなこの説明見てもな。これ絶対使うなよもう。でグラグラカードがちなみに普通に効くのかっていう話よな。ああまあ一応効いてる効いてる、ある程度ダメージ与えてくれてんな、まあ、これでとどめを刺してやるのも良かったのかもしれないけど、であとはもうトマトジュースカード6しかないから、これを使ってどうにかやっていこうっていう話な。いやうまくでも立ち回れば避けれるか、当たっちゃってるけど。言うとこの赤い玉とかもその目の前横方向2箇所にダメージを与えてる攻撃だから、多分そんなに強くない。問題はこの帽子を出すまでの間にちょっとラグが生じてるから、これだよな、この間をどうにかしてほしいよな。ちょっとあれブラックホールのやつじゃない、やっちゃった、うい落とされるよね。落とされてる間にも普通にダメージ通ってるから、まあ、それはそれでいいんだけど、いやでもダメージ量えぐいな、やっちまった。ちょっと普通に回復入れるか。これもう死んだらそのやり直しはやめよう。ゲームをリセットしてやり直した方がいい。
トマトジュースのカードを買うことができないから、下手にトマトジュースカードを完全に枯渇した状態でセーブするとガチで積む可能性があるから気をつけた方がいい。まあ上手い人は、まあ、それこそでもあれだよな、グラディウスみたいな戦い方が求められるってことになるよね。回復が一切できないってことは。とりあえずこれで OKOK 投げ飛ばして、まだ10だもんなこいつの MP、 MP というか HP。 言うて氷攻撃そんなダメージ取んないよね。あの鎌によるダメージがだいぶえぐい。 2くらいえぐられてない？2目盛りぐらいえぐられてるよね。でこの鎌は避けて、まずい、あとはうまく逃げて、うまく逃げて、割といい立ち回りが今できてたんじゃないか。いや当たるよな、まずい。さすがにあのカマの攻撃はもうどうにもできないから、回復入れて、こっちが回復してる間にも敵のダメージ通らないっていう仕様いいよな、まあ、そこはお互いフェアにしてるよね。変身中は邪魔しないみたいなさ、そういう暗黙の了解みたいなのあんじゃん。それと同じようなのを完全に体現してるよねこいつも。もうトマトジュースがいっぱいあるから、もうノーガード戦法でやっていくぐらいの気持ちでいいんじゃないか。HP 残量的にもうあと7回ぐらいか。なんか動きが直接あれだな、直接攻撃、待て直接攻撃をぶちかまそうとするとなんか動き変わるね。いやーなんか無駄遣いしてるかあるけど、まあしゃあない。攻撃ぶちかまして、さらにぶちかまして、もう一気にゴリ押すぐらいの気持ちでやっていきたい。うれ、残影形みたいな動きなんなん、かっこつけてるのかこいつ。意外とあれだな、敵の攻撃すごい今さらだけどジャンプで避けれんね。いいぞこれ、もうゼロじゃねえかよ敵の残量、これはいけるぜ。おら、まずまずくたばるくたばる。これ第三形態ないよな。よし爆発した。これどっちのセリフだ、ダークのセリフか。くっそお前自分の親父をかましたつもりか、食われたらお前たちが絶対攻撃できない、あの女に乗り移ってやる。え、あの女って何か、カーミラのこと、それともドラボックンのママのことか。あの女ってもしかすると、カミラでボックン、早く追いかけないと大変でボックン。おう、こいつどうなんだ、爆発しないの。親父の横で決めポーズをすんなお前は。まあでもなかなかいいかこれ、あ、記念撮影的な感じでさ、まあ全員、まあ、うまく 一列に並びたいんだけど、そんなに並んでくんないな。ああいいね。親父の横で爆発してる、親父の横で決めポーズ。おお、歩いてるね。走ってんだか歩いてんだかよくわかんないよなこのゲーム。でもこれ何、またあのジャングル通るの。ガーゴイルの像は相変わらず口パクパクさせてんな。そこはちょっと省略されてんのかな。
キャーな、何よあんた。カミラの声で、ボッくん遅かったか。キャッキャッキャッ、私やだ、お前に乗り移ってやる。え、え、乗り移られた。あら、二人ともどうしたの。騙されるなよ、ドライバー。こいつはジャックだ。わかってるで、ボッくん。やいたく。カミラから離れるで、ボッくん。あんたたち一体何言ってんの。カミラ普通にダークぶん殴って倒してそうな気するよね。ああ、このセリフつまりそういうことなんじゃないか。ダークってもしかしてこれ。ダークで、ボッくん、やっつけたのか、もしかして。だっていきなり襲いかけてくるんだもん。ところでこいつ誰、大悪さはどうしたの。え、てかこんなのに負けてる大悪さやばくねえか。コアルの親父弱すぎない。まあまあ詳しいことは後で話すで、ボックン。たくこの女は最後までジャジャ馬なんだからよ。心配して探したぜ。ちょっと困る、誰がジャジャ馬ですって。ゲッダークを倒した女が怒ったぞ。カミーラはダークよりおっかないで、ボッくん。でむしろこのカミーラを倒した、誰だっけ、モグの村で一回こいつ気失ってたよな。あれどういう背景で気失ってたんだっけ、こいつ。おう、コインになってる。あ、一応回収して普通に増えるんだ。全員どうやってるね。これでエンディングかな。おお、あんまりスーファミって感じの映画だじゃないな。ダークなんかに操られるなんてよ。何を言うか、お前だって操られているのをいいことに、このわしにやりたい放題してくれたではないか。後日談ね。仕方ねえだろ、様々の原因は親父の方なんだぜ。俺は立つくせに全然不気だらけでよ。ずる賢いかと思えば人にはコロッと騙されて、まったく人がいいって言うのか、なんて言うのか。コアル、お前には苦労をかけたな。いろんな国を守り、いろんなものと戦い、なんとかたくましくなったことは、しかし、わしにとって一番嬉しいこと、これまで人に打ち解けることのなかったお前が、本当の友達を見つけることができたことだ。このことは、わしにとって、幾億の宝にも代え難い喜びだ。おやじ、これはカミーラかな。本当に大変な旅だったわね、カミーラ。うんうん、ドラボンちゃんとコエル、この二人がいてくれたから、なんとかできたのよ。私、一人じゃとても。そう、みんなのおかげで。確かに向かいはこの戦いで、随分荒れ果ててしまったものね。これからはより一層、みんなの心を一つにして、より良い魔界を作っていかなくてはいけないわね。ええ、その時にはドラボちゃんのドラキュラや、コアラのオーボルさん、そして私のバンプレラ、どの国が一番平和な国になるか競争や。カミーラったな、さっきからお話の内容がドラボちゃんとコアラちゃんのことばっかりね。ええ、そんなことないわよ。ほら、赤くなった。どっちが好きなの、コアラちゃん、それともドラボちゃん。もう、ママったら。微笑ましいけど、こういうのトラウマになったりするよね。これは、あいつか、ドラボよ、お前、助けられるとは意外だったぞ。ついこの間まで弱虫で泣き虫だったお前が、こんなにも強くなると思わな。なんだか褒められてるんだか、気なされてるんだか、わかんないで、ボックン。いいえ、ドラボッちゃんは本当に強くなりましたよ。あなたの行動は私たちだけでなく、
魔界全体を救うことにもなったのですから。まさに魔界プリンス、いや超魔界プリンスと言うべきか。もしかするともうすでに時代はお前たちドラボン、カミーラ、コアルの出番かもしれんな。じゃあ僕が王様で僕か。うわぁ、そうしたら法律で宿題をなくして、おやつは1日3回で。ちょっと褒めすぎたかもしれんな。私もまだ少し早いと思いますわ。そんなパパ上、ママ上。超魔界大戦ドラボッチャン制作スタッフ、まあ、子供向けゲームっちゅうこともあり、ほのぼのエンドみたいな感じだよな。あ、いたな、こんなジジイ。いや、言うて俺ゲームオーバーになったのってさ、いや、2回あったな。こいつ1回負けてるもんな。ひょうひょうだっけ、ひょうひょうにボコられて回復回転なかったもんな、あの時。で、あとはこのワニ武人のさ、あとウエスピーウッズの手前のところにいるあのミイラ、あいつマジで強かったよな。まあ、それ以外では特に死ななかったよな。まあ、想定外のところで、まあ、風船カード使って離脱しちゃったりとか、そういうことやっちゃったりしたけれども、なんか俺こういうおもちゃ昔持ってた気するわ。なんか中にスライムみたいに入って目玉飛び出すやつで、歴代ボスたちが全部集結してるような感じな。まあ、ボス戦集とかの動画あんのかな。まあ、マイナーなゲームっていうこともあって、まあ、動画自体、実況動画自体少ないもんね。まあ、もし上がってないんだったら、まあ、帽子シリーズだとか、まあ、全部のカード使ってみたとか、まあ、あとは、あ、これカゴメが、そういうことか。カゴメが参加してるからあれなのか。あ、おしまいと、カゴメが参加してるからトマトジュースで回復するみたいな感じなのか。おしまいでボックン。で、コアルボックン、カミーラの3ショットで終わりと。で、普通に一周して、俺特に今ボタン押してなかったんだけど、こういう風になるのね。まあ短いよな。 RPG だったけど、ほんと一瞬で終わってしまった感あるわ。まあそれでも4時間半かかってるけれども、まあなんかデータ始めちゃったけど、特に始める必要もなかったんだよな。これは俺がさっきあれだよな、ボスのところで離脱して戻ってきてセーブして終わったみたいな、そんな感じよな。他の、だ透明カード持ってる状態だもんね。つうことで一周っていうか全クリして終わったぜ。いや、あっという間だったな。なんかもうグラディウスで心すさんでたけど、このドラゴちゃんで心現れた感じはするよな。つうことで終えるか。次回作に続く。